車応答。コード3、緊急応援要請。ビーコン精神病院です。こちら184、コード3、3分で行く。184、了解。すみませんね。お疲れでしょうが、署に戻る前に寄り道です。緊迫してますね。暴動ですか？刑事さんたちを拾う前に聞きましたが、大量殺人のようで、もう何台も現場に向かってます。131、きっと患者を切り刻んだとかいう、イカれた医者の亡霊ですよ。ただの噂です。患者が失踪した事件は、何件かあったようですが。何にしろ、気味悪いですね。127、124、応答してください。ジョセフ、今回の件と関わりは？どうでしょうね。当時の記録は隠されてますから。病院にいる各社、応答を。こちら184、カステヤノス刑事だ。現場の状況はどうだ？184、先に現場に到着。聞こえない。聞こえない。おい、キッド、何かわかるか？まだ何も。でも現場に入れば全てわかるわ。どう思いますか？コネリ、本部に状況を報告しろ。ジョセフ、キッド、行くぞ。中を調べる。了解。血の匂いです。分かってる。気をつけろ。中を調べる。誰が来てもここを通すな。私も役に立つはずよ。まだ状況がわからない。バックアップを頼む。大丈夫か？そんなはずは。まさかルビコは。任せて。監視カメラで何かわかるかもしれません。何なんだ？
myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around and around. The night chokes tight.繋がらない。きっとみんな死んだんです。後ろは大丈夫か？軽傷よ。大丈夫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 。ここを離れたら少し行けば大丈夫。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 落ちる。落ちる。
ほら、良くなったでしょ。なあ、俺は気が狂ったのか。どうしてそう思うかしら。あなたを待っている。危ないと教えてくれたのか。レスリーだな。俺は刑事だ。手を貸そうか。手を貸す。くそ、病院に行かないとな。病院。何なんだ。住人か。ここがどこか。私はもうダメだ。静かにして、いい子にしてくれ。おい、ドクター、やめろ。バレリオ、私だ。先生が優しくしてあげよう。弟のバレリオだ。レスリーの主治医だ。全部向いてあげる。何もかも見せちゃおうか。おい、何をしている。消えた。どうやら全員狂い始めたようだな。狂い始めた。そんな、まさか。
前なのか。レスリー、お前は誰だ。よせ、追うんじゃない。何、ドクター、レスリー、ジョセフ。無事でよかった。何が起きたか分かりませんが、無事ではない感じです。ここはどこです？おかしい。何か変だ。まるで自分の頭が他人の。聞こえました。すぐここを出よう。動けるか？すぐ。ジョセフ。音は何だ。無線のノイズと同じ。ジョセフ、まさかお前まで。自分に何が起きてるか。最近体調が良くありませんでしたが、とにかくここから脱出する。この場所は普通じゃない。ええ。キッド、ここから出して。待ってください、これも罠です。見て、これは罠。上のダイヤルを22、下を5です。大丈夫ですか。
この写真は。大丈夫か？ひどい頭痛が続いていました。頭が割れそうなほどの。今もですが、それに慣れ始めてます。キッドを見たか？いいえ、気づくとここにいたんです。気を失っていた間、奴らのように。行くぞ。別のタイプか。少し休もう。さっきから動きっぱなしだ。いえ、早くここから脱出した方がいいと思います。塔に上がるか。ここの状況が把握できるし、少なくともここにいるよりマシだ。敵は二人です。何とかします。待て、早まるな。なぜ助けたんです？何の真似だ？もう時間の問題なんです。こうするしか。バカはやめろ。しばらくここに隠れよう。あなたもこんな感じでしたか、あの事故の後。俺は自分に銃を向けたりしないですね。あなたは密かに酒に頼った。完璧な人間はいない。仕事への影響はなかった。あれは内部監査のせいだ。私が告発したのはあなたが心配だったからです、セバスチャン。
わかってるさ。今なら抜けられそうだ。パートナーが必要だ。頼りにしてるぞ。待ってください。先がどうなってるか見てきます。大丈夫か？ええ。ヒットマンです。もう一人は？見てください。これは使えそうです。上から援護します。ジョセフ。どうした？さっきメガネ落としました。嘘だろう。すみません、別に見えないってだけじゃないんです。なぜか落ち着くんです。気にするな。キッドを探すことに集中しよう。セバスチャン、死にたくなることはありますか？高い場所に立ったり地下鉄のホームで、その衝動が1分続くことを想像してください。そして2分。お前は3度も乗り越えたんだ。その衝動を止められる？そうじゃないんです。決して止められないことが怖いんじゃなくて、怖いのは止めたくなくなることです。心のどこかでそう望んでる。わからないけど、その考えを追い払えないんです。その衝動は本能的なものかもしれません。どんどん強くなってる。待ってろ。こいつで。レスリー、大丈夫か？彼女を。キッド、
キッド。キッド、ここにいるのか。キッド、キッド。彼女は無事か。彼女無事、無事。下がってろ。今開ける。開けて。おい、待て。レスリー、レスリー、レスリー。どうなってるんだ。時間がない。彼を止めるためには逆転する方法を見つけなければ。誰を。ルビックってやつか。何者だ。すまんが時間がないんだ。教える気がないなら手伝えないぞ。助けがいるんだろ。彼は我々が共同で研究してた、なんといえば、つまり複数の脳を接続する研究だ。電気パルスで脳の全てを共有する。感情、記憶、知覚、全てを直接に。前例はない研究だ。心理学や薬学にも影響するだろう。人間の意識をつなげるのだ。正気か。悪夢だ。そうだ、完璧ではなかった。特にあの不安定なホストではな。最高だ。あんたの共同研究者はイカれてて、俺たちはそいつの頭の中。そういうわけではない。我々も一定の影響を与えている。しかし意識的影響力を持つのは彼だけなんだ。あんたならわかるはずだ。奴の望みは。あくまで推測でしかないが、彼の望みは我々の死だ。バカめ、俺たちの土地を買い漁って。俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。
ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。何を欲し、恐れているか、何をさせられるか知っても生きていけるかな。ジョセフはダメだった。巻き込まれて気の毒だが、いずれにせよ私の望むように動いてもらう。何をしているんだ。自分たちを救おうとしてる。そうか、新しい化け物でも作るつもりか。時間がないんだ警部。俺もだ。かつてレスリーはここにいて現実へ戻った。ルビクと接続されて生還できた。そんな被験者は彼だけだ。すごい話だ。一体彼をどうするつもりだ。彼こそが現実世界に戻る唯一の方法なんだ。やめろ。そこで見ていたまえ。うまくいってるぞ。レスリー、大丈夫か？こんなはずは、なぜ作動しない？そうか、そういうことか。ドクター、逃げろ。こいつも我々と同じだ。外に出たいのか。ルビクを怒らせたな。やつもステムの端末を破壊されるとは思っていなかったんだろう。待てよ、ステム。
過去との接点を断ったのならもう時間はないぞ。奴に残されたのは現在との接点、あの病院にあるステムの本体だけだ。病院？ビーコン精神病院か。ルビクはそこにいる。そこで彼を待っている。ステムを止めなければ全てが行き場を失う。レスリー、よくやった。あとちょっとだ。どうした、ルビックか？助けて。おい、無事でよかった。どうやってここに？大変でした。少なくともあれから発作はありません。同じセリフが言いたかった。ああ、移動手段を手に入れたんです。こいつは動くのか？確かめる方法は一つです。まずいわ。どうしたの？説明しろ。
どこに向かうつもりだ。仮説があります。私たちはあちこちに飛ばされている。誰かが操っているから。だから今どこにいるのか自分たちの位置を把握しにくいんです。だが東大ビーコン精神病院は常に遠くに見える。これは私がつながれていた機械です。何度か見た記憶があります。あのバスタブ装置はおっさんが起きる前に俺たちが出会った場所だな。私が気づいたのはこれを見るたびに東大に近づいているということです。偶然かもしれませんが、さっき言ったようにきっと誰かが仕組んでいるような気がするんです。つまり核心である病院に向かうべきだというんだ。その通り。よくやったぞ。右の道の方が病院に近いはずです。ジョセフ、早く連れ出してくれ。救急車があるわ。止血剤があるかも。私が行く。いや、俺がやる。絶対に奴らを入れるな。さっさとここを出よう。突っ込むわ。ちょっと運転が荒れるわ。信じられない。こんなに破壊されるとは。あそこに見えるのは地下鉄でしょうか。ああ、だが位置をよく見ろ。地下鉄で向こうに渡れるかもしれない。まずはこのビルから出ましょう。よせ、危険だ。確かに。他のルートを当たってみます。下で合流しましょう。そろそろ諦めが入ってきたんじゃないのか。やつはいつもそうだ。人をもてあそんでいるのさ。目の前の餌につられ誰もが足元を救われた。あの恐ろしいトラップ。あの時何が起きたか俺には分かった。後戻りできなかった。俺は真実を求め、奴は全てを知っていた。キッドは無事か。レスリーに一体何があるんだ。レスリーはお家帰れる？電車に乗ったらレスリー帰れる？
いいえ、今日は帰れないわ。僕を守ってくれる？もちろん、それが任務よ。よかった、帰ったらきっとみんなびっくり。やめろ。あなたは分かってない。彼が何になるのか分かってる。この目で見た。ルビクの目的を分かってない。なら教えろ、奴の目的は。レスリーよ。彼を理科の実験に使うのか。冗談はやめて。大事な任務よ。彼にこの子は渡せない。レスリーだけが唯一。撃つな。ダメだ。でもしてほしいのか。こっち。レスリー。やつの目に気をつけろ。何？生き延びたければルビクの目から逃れることだ。やつの目に気をつけろ。それはどういう意味だ？すぐにわかる。
セバスチャン、彼から離れて。セバスチャン、よく聞いて。やめて。あなたと利害は一致しているはず。なあ、お前はただの新人刑事じゃないし、彼はただのガキじゃない。だがジョセフを殺し、俺を撃った。この状況でお前を信用しろと言っても無理だ。あなたはいい人よ。だから私は今更無理よね。彼が何者なのか少しでも知っていれば、生かしておけない理由が理解できたはず。バカ言うな、ルビクだ。全てあいつが。
私だ。お前には止められない。ルビク、終わらせてやる。バイタルに反応です。放っておいて、向こうのもね。どうせ逃げられない。誰もね。警部、大丈夫ですか？他に生存者は？頼む、外の空気を吸わせてくれ。Oh.